オード戦争は1787年から1791年までオーストリアとオスマン帝国との間で行われた戦争である。1787年から1792年までのロト戦争と並行して行われた。戦争はロト間の紛争として始まった。18世紀のオスマン帝国とエカチェリーナ2世率いるロシア帝国の関係は度重なる戦争により常に 悪化していた。1787年8月オスマン帝国は、ロシアの数々の挑発に対し耐えかねたため、ロシアに対して戦線復刻した。1781年にロシアとの同盟を締結していたオーストリアはこの機会に介入を狙っていた。同盟により、 全力でロシアを援助する義務を課されていたこともあるが、ヨーゼフ2世が1783年から1784年までのクリミアと同様に機会を逃したくなかったことも参戦の一因だった。しかし、当時のオーストリアは所要の飛び地であったオーストリア領ネーデルラントでの支配に対する不満の高まりや、北方の新興国プロイセン王国の脅威の高まりなどに直面していたため、 参戦はこれ以上不都合なタイミングがなかった時期になされた。同じくホードリンガーによるとオスマン帝国は戦線布告にあたってミスをした。ロシアの視点では紛争が侵略者からの防衛戦争であるとヨーロッパ大衆に示すことができるようになった。オスマン側の敵意によりフランスはロシアのト欲からスルタンを守るという伝統的な役割を果たしにくかった。 オーストリアは1788年2月に開戦した時点で簡単に勝利する機会を失ってしまった。ロシアの準備が遅かったせいで、オスマン軍がベオグラードに集結してしまったのであった。オーストリアはロシアがモルダビアで支援することに頼っていたが、それは1788年末のことであり、また、ヨーゼフ2世はオスマン軍と戦いたくないという様子だった。 7月、オスマン軍がドナウ川を越えてオーストリア領バナトに侵攻した。両軍とも物資不足に悩まされたほか、薬病の流行がオーストリア軍を苦しめた。さらに、5万人ものセルビア人難民がドナウ川を越えてやってきたため、オーストリア軍に平坦上の問題が生じてしまった。これに対し、ヨーゼフ二世が8月中旬に2万400人を バナトに派遣したほか、それまでのオスマン帝国との紛争から逃れてきた、セルビア難民から組織されたセルビア義勇軍の兵士5000人がバナトに集結した。彼らはセルビア解放とハプスブルク統治を望み、そのために戦った。その後はオーストリア軍が戦争を有利に進めた。オスマン軍はバナトとボスニアから追い出され、ベオグラードも 老齢のエルンスト・ギデオン・フォン・ラウドン元帥による3週間の包囲で落城した。これによりハプスブルク占領下のセルビアが設立された。アレクサンドルス・ボーロフを総指揮官としたオーロ連合軍は北ャにの戦いトルムニクの戦いで連勝、またフリードリヒ・ヨシアス・フォン、ザクセン・コーブルクイコールザールフェルトがブカレスト攻略に成功した。最前線のオーストリア軍はマラリアなどの病気に 襲われた。ブラウンベーレンスによると、1788年のオーストリア軍では、エピデミックの様相を呈しラザレットは満員で、軍の半分が病気であり、数千人の兵士が死亡した。ヨーゼフ2世は、戦時中は最前線にいたため病気に襲われた一人となった。ヨーゼフ二世は1 7 8八年十一月に、一旦オーストリアに帰還するも回復せず、 1790年2月20日に死亡した。1789年のベオグラード包囲戦。オーストリアはベオグラードなどの占領地をオスマン帝国に返還した。ヨーゼフ2世の後を継いだレオポルト2世だったが、プロイセン王国がオスマン帝国を支持して介入してくる脅威があったため、講和をしなければならない状況となった。 その結果1791年8月4日に結ばれたシストバ条約ではオーストリアは成果にとしくオルショバとボスニアクロアチア国境にある小さな領地以外は戦時中に占領した土地をオスマン帝国に返還した一方ロシアは国会沿岸のクリミア半島とオチャーコフで領土を勝ち取り1792年1月9日の ヤし条約でオスマン帝国に認めさせた。オスマン帝国にとって、この戦争は長きにわたる帝国の衰退における目立った事件だった。セルビアは、戦前にはオスマン帝国の統治下にあり、激戦地であったが、戦後もオスマン帝国領のままとなった。しかし、この戦争は、セルビアの歴史に大きな影響を与えた。ライッチは、下記のように記述した。 16、17、18世紀の戦争によりセルビア人の間ではオーストリアだけが手伝うだろうという意識が根付いていた。しかし、この意識は、コチナ・クライナと最後のオード戦争で大きく揺らいだ。セルビア人がオスマン軍に対し奮戦し、多くの損害を出したにもかかわらず、皇帝はセルビアを見捨てて、スルタンと講和した。これは、 セルビア解放の役割をロシアに奪われる契機となってしまった。この戦争はオーストリア、特にウィーンの経済に悪影響を及ぼした。カリンジャーはこう書いている。ヨーゼフ二世は国内改革を進める時間と資金を得るためには外交の安定が必要だった。戦争が改革に弊害を与えることくらいわかりきっていることだが、ヨーゼフ二世の積極的対外政策は同じく。 積極的対外政策を推し進めていたエカチェリーナ2世と結びつき、1787年から1790年にはオスマン帝国に対する戦争へ発展してしまった。案の定、戦争は国内経済に打撃を与えた。国債は翌年には2200万グルデンに急増し、1790年には4億2まで増えた。食料価格と税金が高騰し、 新しい徴兵令が施行されると、ウィーンに不穏な空気が漂うこととなり、実際1788年から1789年の小麦の強作では、ウィーンで暴動が発生することとなってしまい、皇帝は人気を失った。ソロモンによると、文化界の息すらもそがれた。徴兵を恐れた多くの貴族が家族を連れて、ウィーンを脱出、皇帝ヨーゼフに対する幻滅が広まった。 彼が啓蒙改革運動を行う承諾を保護にしたと見られたのだった。ありがとうございます。